ぶっちゃけサイコロトーク、人生初の MC に挑戦した杉谷選手に注目です。どうも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 、こんにちは。こんにちは、皆さんこんにちは。眩しい眩しい、ちょっと踊りますちょっと眩しい眩しい、なんかキラキラしてる人いますね。ちょっとキラキラさせてすいません本当にすいません。これから UHB のステージ、サタスポプレゼンツぶっちゃけサイコロトークをお送りします。はい、改めまして皆さんこんにちは。こんにちは、こんにちは。いつものサタスパメンバープラスお一方、あれ、はい、私 MC を、人生初めての MC をさせていただきます。よーよー、皆さん拍手お願いします。サイコロトークのお題はこちら。一体どんな話が聞けるのでしょうか。さあ、それでは早速選手の入場です。本日このステージでは5人の選手がお集まりいただいております。今をときめく若手イケメン5人衆の登場でございます。さあ、どん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 イケメンが出てきますね。さあ、それではもう説明不要ですけども、一応お名前ご紹介します。西川春樹選手、長嶋拓也選手、岡博美選手、石川慎吾選手、そして谷口優也選手の5人です。皆さん表情が暗いですけど、なんか嫌なことでもあるんですか。西川さん、これとか嫌ですか。じゃあまずは一人目、西川選手。はい、どれ狙いでいきますか。西川選手です。金村さん、楽しみですね。楽しみですね、まあ、杉谷選手の MC がまず楽しみですね。ファンの方は多分ね、恋の話とか聞きたいと思うんですよ。恋の話聞きたいですか。いや、聞きたいでしょう。まあ、やっぱり俺が選ぶチンプレー、誰も聞きたいのだね。これは嫌だ、これが聞きたいなと。はい、早速なんですけど振ってもらいたいと思います。それでは西川選手お願いします。何が出るかな。おファンが一番求めてることね。恋バナ。いや、僕の恋の話誰も聞きたくないですよ。いやいや、多分全員が、はい、全員が多分今やっぱり単純なところで彼女がいるのとか、結婚願望あるのとか、そういうこと聞きたいなと思ってるんですけど。今シーズンに至っては、はい、僕1年間苦しかったんで、ちょっとそういうことを考えられない1年ではありましたね。あ、まあ苦しかった時期見てますからね、はい。でも結婚願望とかはいくつまでにしたいとか。あ、そうです、まあ、野球が落ち着けばいずれ結婚はしたいし、まあ、子供が好きなんでね、まあ、30ぐらいですね。30ぐらい無理でしょ。もうちょっと、もうすぐちょっと彼女見つけないとね、結婚できないんで。って出ましたよ今。西川さんのことは全部知ってるつもりですけど、絶対無理です。このメンバーの、このメンバーの中だと誰が一番結婚早そう。一番早いのは間違いなく僕でしょう。これはお前はない、お前はない、お前はない、お前はない。あ、もう岡さんもないな。ないな。もう根本的にこのメンバーざっと見てるけど、ちょっと岡ちゃん違うもんね。ちょっとちょっと異色ですもんやっぱり。パッて見てるけども、ちょっとあ、やめなよ、帰るな帰るな帰る、まだ帰るなって。はい、喋れよお前。なんかなんまあそういうことで、西川さんは3時までに結婚したいと。で、彼女はいない、絶賛、募集中と。そうですね、まあこの時期とかに出会いがあるんじゃないかなとは思ってますけど。好きな女性のタイプは。好きな女性のタイプですか。トイレしたらいや、ちゃんと最後まで聞いてくださいみんな。トイレしたら拭く人とか、そんな人。違う違う、トイレトイレしたらちゃんと拭く人とかやめてくれよ。トイレをしたらちゃんと便座を閉めて出てきてほしい。蓋を閉めて出てきてほしいっていう。もうなんか結婚できないもん。なんかもうそれでもう無理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 。できるから。洗濯物の畳み方一つもすごいですからね。まあね、細かいよね。すごいっす。細かいよね。もうすっごいっすよ。大変やもん。こいつはすごい大雑把なんですよ、うん、なんかこんなもん入れんだったらこうやってポイポイポイって入れたらいいやろみたいな人間なんですよ。考えられ
ということでちょっと恋の話から若干遠ざかってしまいましたけど、ちょっと次に参りますか。そうですね、はい、すいません、長石川選手ありがとうございました。